はい、というわけでどうもこんにちは、こんにちはだってね。というわけで始まりました。久しぶりってわけではないけども、はい、どうもタックの日常日記第79回目。というわけで、はい、まあハロウィンの動画からまあ1週間ぶりぐらいかな。はい、というわけでね、はい、まあ動画撮りちゃったよ、昨日も。ただまあ撮れんかった理由一つ言うと、まあ昼夜逆転です。はい、あのね、レイロさんと僕は多分今昼夜逆転になって、レイロさんなんとかな、俺もなんとなくまあちょっとずつ治ってきてるぐらいかなって感じで、久しぶりに今日朝起きました。朝ね、寝てないんじゃなくちゃんと普通に起きました。久しぶりに。はい、というわけでね、今日金曜日早いです。休みはやっぱ早いな。11月8日のね、金曜日ってことで、いやー、あれからね、退職っていうか、あれから会社っていうか、ね、終わって、業務が、終わったわけじゃないよ。一応11日で業務が終わりやから、一応あれからあれ以降ね、ゆっくりして、ゆっくりしたりね、ゲーセン行ったりして、いろいろね、しておりました。で、結果的に昼夜逆転どうせ自分はなるんやろうなと思って、はい、結果的にやっぱなっちまいましたね。なったな。とりあえず今日は一応今日が直していきたいなと思ってんけど、どうやろうなって思う。でも直ってはまた昼夜逆転とかなったら、またね、ちょっと体調崩す。ちょっとずつでも直していかんとね。で、一応11月11日までやから、有給が。それ終わったら、だから言うたら退職と。もう業務終了って感じ。だから12日以降からは、移植票かな。それが来るまで待つ。2週間ぐらいかかるって、一応、上司から言われたんで、できたら、来たらちょっと支援の人に電話して、で、そこからハローワークへ行くと。だから多分日程決めてね。だから結局、だから11月のどこ26とか、だからそこら辺かな。もう11月終わるぐらいまでには来るでしょうと。感じですね。はい。いろいろありました。この2年半。2年半で終わったんやけど、力仕事関連ですね。やっぱいろいろあったな、この2年半。病んだりとかね。病んだりとか。で、あと休みも多かったし。出勤率もね、やっぱ 80%、あったりなかったりみたいな。で、いろいろ厳しいこと言われたけどな。しゃあない。それがそれはまた多分社会、次の社会入れてね、いろいろ苦労することになる。もしかしたらこれから苦労することになるかもしれんしな。そこはそこは俺はもうちゃんと分かってるよ。うん、ちゃんと。ね。で、金のこともね、話しましたけども。マジでちょっとでも2、3、2万でもね、1万でも貯めときゃどうにかなんねん。どうにかなんて話なのよ、本当にね。分かってるはずなんや、分かってるはずなのに、なぜかね、結果ちょっと今まで結局使ってしまうと。終わるのに会社が、しかも大事な払いも出るかもしれんからな、保険やいろいろね。でしかも今回の携帯で見たら1万ぐらいしたな。ちょっと上がってたな、100円ぐらい2、300円上がってたな。さらに500円ぐらい上がったとか。整理するっていうのもありやけどな。でもギガはいるからな、結局俺。ギガもいるし、ね、空き数も絶対いるから、どうやろうな、ちょっと考えながらやってきても、とりあえず2年このまま同じ作ってみてな。使ってみて高いって感じるなら、ちょっとなんか変えたりしていきたいかなって感じやな。はい。今日の自分の気持ち的には普通。たまになんか悲しい気分やな、みたいな。悲しい気分やな、みたいな。感じではありますが、悲しい気分になってもあれやけどな。良くないしな。で、周りの友達ね、彼女とか、そういう観念がね、できてんのよ。それでもなんか悲しくなってしまうのよ。周り、彼女できてんのな、なんで俺ができんのや、みたいな。思ってまうのよ、ポジティブなね、気持ちになるっていうか、ポジティブなね、気持ちになるっていうかね、もうしゃあないやけどな。そんなが、友達と、いろいろ話してもらってね、また、やっぱ、
まあまあ、とりあえず、まあ、第一印象的に、まあ、とりあえず、まあまあ、まあ、ちょっとでもやっぱな、まあ、癖っていうか、まあ、まあ、言うたら、まあ、金貯める癖とかね、まあ、いろいろつけていかんとあかんよな。そういう、まあ、関連可能、まあまあまあ、そういう関連作りたいんなら、まあ、まあ、とりあえずは、まあ、まあまあ、とりあえず金っていうか、まあ、貯めていく癖をつけること。まあ、第一にそれやと思うよな、やっぱ、金を貯めていかんと、まあ、言うたら、まあ、当たり前のことできないと。まあ、もうしゃあないけどな、やっぱ、しようとは思ったんですけど、なかなかやっぱできなくて。だから、まあ、もう、すいませんしか言えません、ほんま。本当にね、もう、ほんと、前のお得なんですが、この虹の日記では。まあ、でも、ちょっと、まあ、まあ、マジで、まあ、ちょっとでもね、はい。まあ、やっぱ、まあ、自分変わってきてたら、生きたら変わっていけたらなと思ってます。まあ、次の会社も決めなあかんし、ね。まあ、もしかしたら苦労するかもしれないし、その会社が。だから、まあ、マジ、癖はつけとかんと、お金貯める癖は。まあ、友達も言ってたんやけど、まあ、もしね、周りの友達がほら、結婚したりな、まあ、彼氏できて、彼氏っていうか、彼女できてね、いい感じになって、で、まあ、実際っていうか、まあまあまあ、もし結婚したらね、だから僕のことを、だから、言ったら、まあ、いつも通り、でもね、ちょっと話聞いてくれんかっていうのが、まあ、ちょっとなんか相談乗ってくれんかっていうのが、だんだんなくなっていくわけ。だから結局的に自分で、あーとか、なんかもう、チーンってなっていくしかなくなってまうんやから、言ったら、まあ、その、何やったっけな、なんか、まあ、鍛えとくみたいな言われたな、それを。そうなっても大丈夫なように、まあ、しとくんやって友達に言われました。まあ、リア友がね、リア友にね、そうなっても大丈夫なようにしとくんやって。まあね、そうそう、まあ、やっぱまあまあまあ、やっぱね、やっぱ思ってまうのよ、あーなんで、まあ、俺はできんのやみたいな。まあまあもう、まあとりあえずは、まあ、とりあえずはね、まあやっぱまあまあ当たり前のことはちょっとずつでもやっていきたいな。まあとりあえず、まあ何回も言ってるけど、お金やな。お金の管理やな。とりあえずは。マジで。お金の管理。まあもう今週の、だから今週の今頃は給料出てます。はい。ただあんま使いません。ほんまに。ほんまにあんま使いません。だからもうそれでどこまでやっていけるかや。とりあえずね。ちょっと貯金してね。癖できたら。まあまあ言ったら、まあ、まあスタートラインみたいなね、感じもあるから。まあそれはまた、まあ、リオ友と相談しつつね、まあ電話か分からんけど、まあ相談しつつやっていきたいとは思っています。はぁ、ちょっとまあこんな感じかな、今の俺の悩みって。まあもう、とりあえず、まあまあまあ、序盤はちょっと悩みのお話をね、ちょっとまあしましたが、まあまあまあいいでしょう。まあまあまあ、まあ相談乗ってくれる友達おるだけでもね、まあいいと思う。おらんかったらもうやばい。でもマジで、どうしたんやろってなってまうから、なんだと思うから。だからまあ肝心よ、ほんま。リア友も感じ、友達は感じよ。まあ相談できる相手がおらんと、マジで、もうだんだん病んでいってしまう。チーンになるから、だからまあ良くない。良くないから、まあ、まあまあたまにちょっとでも、まあ相談乗ってくれ、相談っていうか、まあお話聞いてもらいながらね、まあ聞いてもらいながらやっていきたいと思う。まあまあ思ってますけどね。まあ僕は僕でね、まあできることを、まあまあちょっとでもね、まあ、できることできたらと思ってます。もう9約9分ぐらいそれ話せます。まあ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 、だけでね、まあまあまあ、こういう、まあ、まあまあまあ、俺、僕の、まあ、自分的な悩みはこんな感じですね。はい。まあね、まあ会社関連でいろいろ、まあいろいろね、まあ厳しいこと言われたり、まあまあいろいろ言われたりしてきましたが、まあ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 、とりあえずは、まあとりあえずは、まあ第一目標としてやっぱりちゃんと金を貯めること、貯める癖をつけること。で、あとまあまあ自分で服買ったりね。まあ服やら靴とかね。まあいろいろ、まあ自分の欲しいもん買ったり。まあまあまあ、まあお金を貯めながら、まあ自分の欲しいもん買ったりとかね、していかなあかんからな。まあまあまあ、リアまあまあもう、あのね、もうおごってもらったりしとんやけどな、もう友達に。今度は俺がまあおごらなあかん番っていうのもあるから。まあまあまあ、それは自分は分かってるし。まあまあ、まあそれはそれで。まあ、ちょっと考えながらやっていきたいなと思います。というわけで、はい。
だからもう、まあ、こういう話、まあ、するともうめっちゃ長くなるんで、まあ、一旦のところはね、この、まあ、暗い話ではないけど、まあ、まあ、相談、自分のね、今こういう悩みあるよっていう、こういう悩みあるよっていうお話でした。はい。てわけで、はい。てわけでね。でも、あの、板この話はまた置いといて、また話します。もうめっちゃ、もう、でも、もう話はめっちゃ出てくるんやな、ほんま。悩みだらけやぞ。ほんま、マジ悩みだらけ。2年半っていうか、もう、うん。てわけで、はい。次のお話、2個目。あのね、まあ、2個目の話なんですけど、あの、昨日見たんですよ。スイッチの、言ったら、なんか、まあ、ニュースみたいな。まあ、あの、衝撃なニュースは、ニュースっていうか、衝撃なニュースが、ね、ありました。はい。まあ、それはね、もうみんなっていうか、まあ、みんなと俺、みんなとっていうか、大体みんな好きな、まあ、釣りスピですね。釣りスピですね。はい。まあ、言ったら、まあ、釣りスピ情報。まあ、ここからはね、まあ、釣りスピ情報っていうことでね。まあ、俺も釣りスピファンであるから。あのね、まあ、まさかのね、事実が判明しまして、あの、まあ、言ったら、まあ、まあ、今ね、あの、落ち着け。まあ、釣りスピ水族館がありまして、あのね、まさかのあの、ラストアップデートっていう。って思った。今までそんな書いてなかったから、だから、Nintendo Switch バージョンも、なんか急にまあ、ピタッて止まったのよ。まあ、別に、ピタッて止まったんやな。確か別に何もそういう情報もなく。ただ、今回まさかの、ラストアップデートと。まあ、もしかしたら、あの、なんか編集でそういう写真載せてるかもしれんけど、衝撃やったな。で、そのアップデート、最後のアップデートが水族館のね、11月の14、金曜日ちゃうわ。土曜日か。土曜日ってやったかな、確かな。まあ、言うたら、だから、ちゃうわ、土曜日ちゃうわ、木曜や。木曜。給料日の前やな。14日を木曜日に、まあ、何時か分からんけど、昼ぐらいか知らんけど、まさかのラストアップデート。やばっ。ええって。いやでもね、なんかいろんな、まあ、匂わせがあるんよな。これ来年だって多分、ゲーセン版は、まあ、釣りスピーワンダーっていうね、言ったら倍率変えれる。もうなんかもう、言ったらやばいことになるのよ。まあだからやばいことになるのよ、来年多分。ゲーセン版やったら、まあ大体1000枚越したらもうカンストって感じなんやけど、まさか1000枚越すというね。やばいやろ、もう。どこで行ったら感想がなくなるやん。9900枚まんまいという感想わからんけど。いや、ありえるな、それ。って感じで。で、スイッチ版はまさかの、まあだから、来週の木曜日で、ラストと。マジか。で、しかもなんかそのなんか PV も多分監禁されるということで、まあまあ見ようかな。多分 YouTube でも投稿されると思う。ええやで。知っとんかな、これ知っとんかな、ステバイさんとかね。あの、ステバイさんとかね。まあ、多分知っとんかなと思う。どうなんやろ。まあまあまあ。俺、昨日見たからね。多分もっと早い人は、多分もしかしたら、まあ、もう早めにしとったかもしれんけど、僕はもしかしたら俺が早いかもしれん。まあ、スイッチのね、情報だって俺、情報はオンしようから、絶対。まさかなと思ったわ。はい。あのね、まあ俺の、まあ俺の中の仮説では、まあはい、まあ、ラストアップデートしました。で、一応まあ12月最後のサメ祭りがあるんですよ。まあ、それがまあネジエロなんかグレートなんか分からんけど、多分それで、たぶんほんまにマジで終わりってことやな、水族館は。それでまた全部だってサメ祭り埋まるからね。で、もう木曜日に最後のアップデート来て、で、多分ピタッて止まって、多分そこで多分もう終わりってことやな。だ大型、結局だから大型アップデート的なのは一回もないってことか。だからラストアップデート、大型アップデートとも書いてなかったから、だから結局普通に、ま、だから見た感じのコラボのアップデート、最後のコラボのアップデートって書いてあった。だから大型でもないってことやな。いや、まだ分からんけど、まあまあ、多分14日に確かなんか、まあ、詰め合わせ、その最後のアップデートの詰め合わせの情報を監禁するって書いてあったから、いや、ちょっとまあまあ、ワクワクもあるけど、マジか、まあ、マジかってことでかいな。んで、俺、まあ仮説的、まあ、俺の仮説的には、新作、釣りスピのスイッチの新作が、まあ、来年あたりに出るんじゃないかなっていう仮説が俺はある。まあ、言うたら3作目の。だから言うたら、まあ、言うたらついに、まあ、スイッチでも深海に行けるようになるっていうね。
でもな、スイッチにもなんか深海ステージがあるからな、どうなんやろ、なんか深海ステージ、深海行くで、なんかおかしいやな。なんかおかしいよな。まあ、どうなるか分からない。まあまあ俺の仮説的には、まあ、どうなんやろな。まあ、多分深海に行けるようになるんかな。どうなるんやろなって感じやな。でも新作出て何年なんやろあれ。1年以上は絶対経っとるから、1、2年ぐらい。はい、すいません。ちょっと電話来て言ってしまいました。まあ、編集でとにかく繋げておきます。というわけ、まあ、ということで、そうそう、で、結局、まあ、新作ね、つゆすみの。新作は、だから、俺的には、まあ、来年と。だってワンダーも来年やから、だから、まあ、俺的には、まあ、来年がまあどうなるかなやな。まあ、ツユスピは多分絶対続行して出てくれるはずやで。出てくれるはずやし。で、ゲーセンまで続いてるし。で、だから俺的には3作目の新作が出る。ってか、出ると思います。俺的に、仮説的には。はい。まあ、とりあえず来週の楽しみですね。まあまあ、またその時にまあ感想を言えたら、はい、またいいと思っています。まあ、こういう仮説、まあ言ったら仮説動画、まあ自分の好きなツリスピの新作やらね、仮説動画やらね、まあまあまあ撮っていきたいなとは思ってますんで、まあ、ファンでもあるし。はい、ってな感じですね。はい。というわけでね、まあちょっとまあまあ、ちょっと途切れてしまいましたが、まあ編集で繋げると思うんで、はい。というわけで、はい、まあそんな感じでね、終わりって言いましょうかね。まあ15分も過ぎたんで。はい、というわけで、まあ今日も、まあまあまあ、これからまあどうするかわかりませんが、まあまったりと、ね、していきたいと思います。まあまあ皆さんもみんなく、ね、まあ仕事や学校、頑張ってください。ね。僕もで、まあまあいろいろ考えながら、まあね、ゆっくりと休んでますんで。はい、というわけで、ね、また次のね、はい、お会いしたいと思いますんで、というわけで次のね、動画でお会いしましょう。というわけで、敬礼、さよなら、久しぶりに使うよ、さよなら、ジョーカー。お楽しみだね。さよならー。